suy ta sẽ されている区域だ。6時間前にドアが開けられている。ほんのわずかだが、ここから電力が供給された記録がある。ドアなんか電気で開くのは当たり前じゃない。バカかお前は。バカって何よ。自動で開閉装置が操作されて、電力がここからバイパスされたと言っているんだ。しかも私たちが入れるはずもない完全に封鎖された区域でな。つまり誰かが開けたのだとすれば、私たち以外の誰かということだ。誰か。まだ誰かこのファウンデーションに残っているかもしれないってこと。放っておけ。おそらく誤作動だ。誤作動？待てよ、人だったらどうすんの。その可能性は低い。可能性が低いっていうことはゼロじゃないんでしょ。人だったら封鎖区域に閉じ込められているかもしれないの。覚えてない。スナ。
もう消えた。私のせいだ。私が助けてあげなかったから、私が冷たい言葉で突き放したから、私があの時あの子を助けてあげていれば。扉はこの奥。どうここまで来て引き返せない。そうだな。棚を起こすぞ。手を貸せ。オッケー、行くわよ。言うな。
番だな。おい！誰かいるの？このバカ、安全を確認してから行動を起こせ。間違いない。開いたのはここだ。でも誰もいないんだけど。やはり誤作動だろうな。地震か何かのせいで偶然配線がつながったんだ。最初からそう言ってたのに、状況から見て人がいる可能性は極めて低いと。じゃあなんでこんなとこまで付き合ったのよ。そいつらに興味があってな。ん？これが何よ。随分古い方だな。思った以上だ。だからそれが何だってのよ。さっき電力制御室で端末を調べていた時、この場所にかなり古いアドレスを持つ端末があることが分かったんだ。昔は今ほど情報のセキュリティが厳しくなかったから。古い時代に設置された端末には今ではアクセスが難しい。中央のサーバーに直接つながっているようなやつもあったりするのさ。じゃああんたの目当ては最初からコンピューターだったわけ？どうかな。なんでよ。私は人がいるかもって聞いたから。
勝手だ。私の欲しいのは情報だ。情報ばっかり集めて何の価値があるってのよ。電源は生きている。使えるな。やはり管理局に直結されている。ちょっと何してるのよ。この方ならアクセス用のヘッドセットが標準装備されているはずだ。それを探している。グルム。ああ。何のために。管理局に直結されている端末などそうそうお目にかかれないからな。ここからならいろいろ面白い機密にアクセスできるかもしれない。機密。ヘッドセットは今の方と同じか。私も一緒に潜る。何？秘密見れるんでしょ。そうか。勝手にしろ。ただし命の保証はないぞ。いきなりレベル5に転送されたか。ふっ、面白い。何これ、すごい。ねえクロエ、あんた、そういう名前はなんでついてきた。興味があったから。5年前に工事エネルギー炉の照射、あれのことを調べたいんじゃないのか。図星かよ。事故の真相が知りたいのか。政府が隠匿した内容を。そうよ。いいから早く連れてってよ。ねえクロエ。なぜ、まさかクロエ。
抜かりなくバックドアを仕掛けた。ライブラリーのレベル3、あそこなら全部の監視官。お前をライブラリーに送るから秘密は一人で探せ。お前一人でも大丈夫。抜けた時にはこのコマンドを使う。ログアウトだ。クロイ、これは私の戦いだ。ここがライブラリー？随分と殺風景ね。棚が出てきた。もしかしてこの扉の奥がライブラリーなの？この移動する棚、これがライブラリーにファイルを運んでるってわけね。それならこの棚をいっぱいにすればこの扉が開くってことじゃん。このファイル、穴が開いてるけど大丈夫なのかな？これでファイルをちっちゃくできるってわけね。
調べるから。あの事故あった、これだ。教えてはくれないんだ。